絶対ぶら下げたら。うん、なるほどね。あれ多分兵士の死体ですね。よいしょ。軍への警告みたいなやつか。ほいと、お、まだあるまだ。兵士を吊るすなんてイカれてる。追い詰められた人間はどんなことでもやるさ。怒った人間もね、この町の奴らとか。おそらくな。とにかく行ってみよう。気をつけて飛び降りろ。またいるよ。やつらがいる。早くしろ。よし、行こう。よし、見つからなかったぞ。あの橋だね。近づいた。ちょっとは。このまま進むぞ。行こう。死んだら自由。あの人ガリガリだね。この人、ははこの人か。そういうお仕事なんだよ。あ、会話がある。食べ物はいっぱいあったんでしょ。もちろんだが、食べないやつもいたんだ。なんでなの。痩せるため。何それ。これ浅いから大丈夫かな。エリー泳げない。ジャンプじゃ無理だ。あ、やっぱダメだ。深い子。持ち上げてくれたら板を運ぶよ。待ってろ。すげえ苔が。あれいけそうだな。続いてますよ。あ、なんだ。走ってる。なんだありゃ。この場所はやばいぞ。今の何。はい、どうぞ。乗れ。ホテルを通るぞ。そう、分かった。プレステ3版クリアしてるんだけど、ああいう細かいの本気で覚えてない。ここで、ここ？同じように板を置け。自分が乗るのは無理か。え、こっちに渡るの俺。あとはジョエルが来るだけだね。え、あ、こう繋がってんの。なるほど。うわ、ひどい匂い。ああ、気が腐ってる。カフェにはよく行ってた？ああ、しょっちゅうな。何を注文するの？
ただのコーヒーだ。大丈夫か、これキノコあるぞ。お、お宝ゲット。いやー、結構暴れてるつもりなんだけどな。なんか余っちゃうな。作戦メモ。今夜決行だ。イーストエンドのチェックポイントを攻め落としてやる。リーガルアパートメントの赤い×を書き記した部屋に物資を隠しておいた。お、これはなんか物資がそこにあるぞっていうアピールですね。リーガルアパートメントってもしかして今から入るこれなのかな。さあ行きましょうか、エリーさん。おまけ物資はともかく、ちょっと弾丸が少し怪しいかな。でも十分あるか。ケチケチせずに暴れて使っていこう。へい。ハンターはもう消えたかな。もうすぐわかるさ。問題ない。降りてこい。マジで余るな。今あそこから登れます。ん？いや高すぎる。道具を探そう。あ、金庫だ。暗証番号が必要。そう、またかよ。まあでも普通の物資だとほとんどいらないんだよな。生き物がいるね。コーヒーが飲みたい。あれ、エリーがいない。エリーさん。はしごが。ここじゃあ使わないってこと？どう見てもそれだな。あれ、エリーどこ行ったんだ？あ、いてて。いろいろ見たいものあるだろうけど。上がれ。これ逆側いけるね。あ、無理か。あ、いける。おお。じゃあ正解ルートだったかな。ぽいな。となるとあっちの角が気になるなみたいな。いや、一回上がってみるか。あ、行き止まりだった。ちっしょー。なるほど。
あ、なんかあるね。暗証番号？暗証番号？スタッフへのメモ。来たー。間違いねー。どせい。ちょっと、金庫開けさせてください。あれ？飛び越えられない。エリーさん待っててねー。さて、なんだ？火薬いらん。お、これは欲しい。おー、いいね、いいね。おー、すごい！すごいすごい。ナイフがさらにパワーアップ。そう、こうなるとあそこの金庫曲げたかったな。いやー、持つんじゃない。しょっちゅうやるこれ。エリーさんどいてください。さあ行きましょうか。気をつけろ。ん？来るよって合図じゃないか。よし。あ、くそ。かがめ。今週だけで5人。まあ仕方ねえさ。俺らだけでもう今回超減らしたよ。他の回も調べないと。もう何週間もクリカーは見てない。徹底的に調べろ。手は抜くんじゃねえ。しっかりやれ、いいな。ああ、わかったよ。即ですが、おやすみなさい。正直、今ちょっと横だったんで危なかったです。畜生。アイテム、あさんな、こいつら始末してからにしましょうか。そこに人。そこに一人。いっぱいいるな。いや、あと1時間後にキャンプに戻る。その前に食べよう。キャンプがあるんだね。なんか全然アイテム持ってなくなってきたな。それはそれでちょっと寂しい。あ、ニコちゃんマークの部屋がありますね。なんもない。なんか上行けるよ。すげえ。なんかいい部屋を作ってるな、あいつら。秘密基地みたいでいいね。なんかこう来たことある気がする。やっぱりあれ違うかな。あららら。らなんにもない。そこにいる。部屋は聞こえた。来るね。
た来た来た。なんだ、何か聞こえたぞ。やべやべやべ。こっちでした。こうやってやられてるうちはラッキーだからな、気絶で済んでるから。もう一人いるよね、そこにいるのか。お、まだ来た。これやばいな、やるしかないか。ラッキー。あれ、サブにしたつもりがごちゃっとしちゃった。気づいたかな。気づいたね。いいね、その確認法。一人ずつおいで。あの男はどこで。そうい、ヘッドロックには定評があるジョエルさんです。畜生。あとヒットリー、あとショットガン持ち、少々警戒。あれ、でも警戒解けてるね、これや。おっ、彼には特別に矢をプレゼントしよう。やれなかったかな。ショットガンの弾ちょうだいよ。あ、やった、くれた。あ、矢くれた。俺のだわ。あ、まだいた。数人奥で寝ております。そう、やられた。後ろ。あ、マジで言ってる。おいおい、お前どっから上がってきたんだ。お上がってきたね、一人。いやー、おっと、いったー。あいつ防弾チョッキみたいなの着てる。これはちょっと厄介事になってきたな。おっきいぞ。はあ、さてやりますか。あいつやべえ、火炎瓶持ってるわ。これあげるよ、これ。ジョエルひどいよ。ごめんね、ちょっと余ってたんで。よし、
あ、倒したら火炎瓶落としたな。おお、マジかい。いっぱい来んなおい。まだ来るかこれ。ああ大変だ。一度騒ぎ起こるとすげえ来るな。畳みかけるかね。後ろのやつは上から下から上がってきたんだろうね、きっと。びっくりした。あらかた片付けたおかげで散策が楽になった。エリーさんちょっと。ハイフルもそんなに使うわけでもないんだけど。階段あったね。お、どうした？ねえ、エレベーターの中にはしごがあるみたい。待ってろ、上げてみよう。壊滅せんばかりにジョエルに殺されちゃってるな、こいつ。とにかく行ってみよう。ちょっと狭いが行ける。もう怖え。念のため。これ飛び降りるの勇気。あれ？エリーがいないとダメか。怖い。場所を探せ。いいな、行くぞ。はい、よし行け。あっ、大丈夫だ。お前ははまだ行ってなかった。なんかこっからまだ長くなりそうなので、ここで一度動画を区切りたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。お疲れ様でした。